はい、皆さんこんにちは。土着園芸の鈴木です。今日はですね、気分を変えてカキ色。ね、4月入りましてね、だいぶ暖かくなってきたと言いたいところですが、結構ね、ずっと冷え込んでますよね。なんかね、今日もうね、今動画撮ってるのに4月の13日なんですけど、未だにね、桜がね、残ってるってね、近年珍しいんじゃないかなっていうようなね、結構冷え込みで、なんか3月の暖かさがねどこ行ったのかなって感じぐらいでね、3月の方が暖かい日があったよねって思うぐらい、まあね、そうは言いつつも少しずつ暖かくなってきてですね、完全にこう春真っ盛りって感じになってきてますよね。はい、でメダカもね活発動き出してですね、外のメダカもこう卵をねこうぶら下げながらね泳いでる姿もちらほら見るようになりましたので、いよいよですねって感じです。はい、でね、今日させてもらいたいと思ってるのがね、ちょっとお客様でねなんていうんですかね、こうメダカの餌をあげる時にそのメダカがね散らばらないようにっていうふうにね考えられてる方がいらっしゃって、それはね浮島じゃなくて浮輪みたいなところを作られて、浮輪のところに餌をピッてやってこうパーッと広がっていかないようにするようにそして。まあその後ちょっと残ったら回収されるのかどうかちょっとそこまで知らないんですけど、なんかそんな風に工夫されてるのを見て、ああこんなやり方もあるんだなと思いましてね。でまああるメーカーさんですねの餌なんかでも、餌がですね大きい塊で沈まない、全然どんどん食べてね沈まないっていうような餌を作られてて、でその水がね汚れにくいっていうね餌なんかも出てるんですよ。なぜそういうふうにこうメダカの餌が散らばらないようにしてるとか沈まないようにしてるかとかっていうのは、メダカ飼育されていて、結構まあメダカのこうねうんちとかそういったもので水が汚れたりっていうのももちろんあるんですけど、一番の汚れの原因っていうのは餌なんですよね。だから餌をね一生懸命あげて餌やりすぎるとあっという間に水がねこう悪くなってしまうので、水替えの頻度を多くしないといけなくなったりっていうことがあります。はい、でメダカ餌ねあげるのが一番楽しいじゃないですか。だからいっぱいあげたくなるのは、ね、その気持ちはわかるんですけど、ちょっと少ない目ぐらいで与える方がこううまくね育てやすいかなという感覚がありますかね。まあいっぱい餌あげてね頻度よくこうメダカの水替えしてもらってもいいとは思うんですけど、まあそのね皆さんねいろいろねやり方があると思いますので、皆さんお好みのね方法でうまくねお育ていただければと思うんですけど、今回、ご紹介させてもらうのはそのね浮輪の中に餌あげられているっていう姿を見て、あそうだメダカの餌場作ったらどうかなとかって思いましてねペットボトルをちょっと加工してそこの、中にメダカの餌をあげると、メダカがそこでこう中に入ってて食べることはできつつ、メダカの餌はその後ねこう浮力のあるメダカの餌も時間が経つと沈んでね沈殿してしまうので、沈殿してしまうんですけど、そのペットボトルの中に落ちて、で外の水は汚れないっていうかね、そこに落ちたメダカも回収ができるっていうね、そんな装置をちょっと装置っていうほど大したものではないんですけどねちょっと作ってみたので、まあ第1初号機がこちらなんですけど見てください。ね2リットルぐらいのペットボトルなんですけど、上の部分をカットしまして、で水面横っ腹にねこうやって4箇所穴を開けてます、細長く。だからメダカ自身はここのね中から入れるんですけど、ね餌はねここの水をこの穴よりもちょっと上にやることによって餌はね散らばらずに、落ちる餌はここの底に溜まってメダカは出入りできるっていう風に、ね、なってますので、いっぺんちょっとね試しにやってみたいと思います。はい、バーンとね、まあ、当たり前のごとくね餌がね散らばっていくことはないです。でメダカがやってくるかが、メダカはねこの中に入ってくれるんでしょうか。なんか餌の匂いはするけどこういけない、たどり着けないっていう感じのメダカが1匹いますね。みんなそわそわしてきた。これね、まあ、まずねこの初号機の問題点、透明なんでメダカがね穴が見つけられないっていう弱点があります。これだからちょっと色塗った方がいいのかなっていう気もするんですけどね、ちょっとこの餌がこっちの方にありそうなのにこう近づけないっていう状況のメダカがおります。やっと1匹入りましたね。あ、2匹目入った。この逆にね、メダカが出れなくなるっていう可能性もありますね。はい、ということで、結構ねメダカが入って食べてくれてますね。はい、で外側にはねメダカの餌が一切こうね落ちていないっていう状況です。はい、ただねこれのちょっと難点が一つありまして、まあ、透明っていうせいもあるんですけど、メダカが脱出できないっていう状況になっておりますね今これ。ね、こちらがね先ほどのやつなんですけど、メダカがねここの中に入って、いざねもう水替えというかね餌を抜き取りたい時にこれをあげようと思ってもメダカが脱出できない状況になっておりましてねまあ仕組み的にはそんなに悪くないかなとかって思ってたんですけど、ちょっとメダカ脱出できない分なんか問題があるなと思って、もうちょっと浅くした方がいいんじゃないかなと思いまして、はい、であとここがね全部透明だからメダカもね穴がどこなのかちょっとわからないっていう状況になってて、まずまあねそのうち慣れてきたらみんなこうスムーズに出入りできるようになるかもしれないんですけど、ちょっとあまりメダカちゃんに優しくないかなと思いまして、何点かちょっと改良しました。であとプラス砥石園芸だからこそ、やっぱもうちょっと遊び心がないといけないかなと思いまして、改良で作った2号機がこちらです。じゃーん、メダカの餌場2号機これね、同じペットボトルなんですけどだいぶ浅くしました。メダカがね脱出できるように、メダカの餌を取る時にメダカが脱出できなかったら結局意味がないというかね、またメダカ離すのに餌まで一緒にザーって流れちゃったりするかもしれないんでね。でなおかつ、メダカがこう出入りしやすいように上の部分ちょっと色つけました。はい、でそうすることによってね、ここは透明じゃないんでメダカもちろん来ないですし、ここの穴の開いている部分から入ってきやすくなると思うんでね。はい、であとプラス遊び心、はい、遊び心っていうのはここのね底の部分ですね、ニューラージパールグラスを敷き詰めてグリーンの絨毯にしてあります。でメダカの餌が落ちてもねそんなに見栄えが悪くないですし、まあこれねちょっと取り出してシャーッと水洗うぐらいでいきますから、これを、設置してちょっとねメダカに餌やってみたいと思いますね。はい、浅くした分ですねなんかの台の上に乗せなきゃいけないんで、今回メダカ隠れ家 .com をねセッティングさせていただいております。メダカの餌場ね2号機餌やり開始します。上からパラパラっと囲われてるからね、メダカの餌が散らばっていくことがないんで水が汚れない。さあ、あとはこれがメダカ入ってきてくれたらいいですよね。来ないなさっき餌やったから来ないのかな。あれ、本当にお腹いっぱいになっちゃって食べないのかな。あ、来た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 、食べてます食べてます。はい、メダカの餌場、はい、グリーンの絨毯バージョンですね。はい、入って入って、みんな入ってくださいね。お、入った、2匹目入りました。はいね、これぐらい浅いとねみんなすぐ出ていけますよ。ほら、ちゃんとねメダカちゃんたちもねこう好きな時に出入りできるようになってますのでね。でなおかつ餌がね散らばることはないっていうね、メダカの餌によるね水の汚れっていうのをね軽減させるのに、メダカの餌場っていろんな、まあ、人間だったら食堂がありますし、いろんな動物でもねなんかこうちゃんと所定の容器に入れてあげるとかってあるじゃないですか。だからメダカもちゃんとね餌食べる場所を作ってあげるといいんじゃないかなということでね、はい、これを作ってみました。結構いい感じですね。下に落ちてるのも食べてるね。はい、ということで今日はメダカの餌によって水をちょっとでもね汚さないようにするためにっていうことでメダカの餌場を作ってみました。はい、メダカちゃんがねほらほらいっぱい今集まってる、見えますかね。なんか一箇所でねこうみんながこう寄り合って食べてる姿、ちょっとね、まあ、飼い主としては可愛い感じだけど、メダカちゃんたちにとっては結構ね、窮屈で不快な思いしてるかもしれないですけどねまあでもメダカの餌が散らばってね、食べきれないでそこに沈殿するのがちょっと嫌な方なんかは、こういうふうにねメダカの餌を作って、そこの場所でね餌あげてもらったらいいんじゃないかなと思います。でこれちょっとね深さを調節してもらったら、メダカの餌がそこに沈殿、このペットボトルの底の部分にだけ沈殿して、水からあげる時も静かにあげてもらったらね、こうジャーッと外に流れていかなくなると思いますので、まあ、そんな感じでねやってもらったらいいんじゃないかなと思います。で私としては土着園芸、水生植物専門ですからね、はい、直売店もありますしウェブショップもありますから、まあ、その辺ねただのね餌場だけ作ったんで面白くないということで、今回は餌場の底の部分に、ニューラージパールグラスを、ね、敷き詰めてみました。はいそうすることによってね、なんかこうメダカがより生えて見えますし、なんかちょっと楽しいじゃないですか水生植物が生えてるっていうだけでね、はい、まあまあそんなことで、まあ、メダカの餌がね沈殿することによってニューラージパールグラスのね養分にもなったりしますからね、はい、ということで、今日はメダカの餌場作ってみましたということで、それでは皆さんさよなら。この動画は水生植物専門の土着園芸がお送りしています。直売店とウェブショップもありますよ。動画の内容は水生植物、ビオトープ、メダカ等週1で配信しています。皆さんのチャンネル登録待ってます。